方もいらっしゃるかと思いますが、これは黒いオルフェという名前で有名なメロディーになります。今回、ブレーミアがオリジナルを歌詞をつけて歌ってみました。いかがでしたでしょうか。でちょっと結構しっとりめな感じで第3ステージ始まったんですけれども、次はどうなるか。お
お楽しみに。緊張さんすいませんっていうあの歌なんですけどね、まあ、あのタンスにゴーンはあのとても私も使っていますよ。私はねブレーミーに入って15年ぐらいになるんですけど、こういう衣装とかねたくさんあるんですよ、毎年のようにね。そうするとこうクローゼットいっぱい溜まってくるじゃないですか。当然そういうのいりますよね、はい、ということでたくさん入っておりますが、まあまあ、それは置いといて置いといて、でまあちょっとねいろいろとまあ、ある日本の政治の状況もいろいろあるわけなんですけど、海の向こうアメリカの方に目を向けてみてみますとですね、今年は新しい大統領が誕生しましたね、はい。彼の演説の中でメキシコとの国境に、壁を作るっていう話があってちょっと物議を醸したりもしたんですけれども、次の2曲は、そのアメリカを舞台にした曲になります。1曲目はディポーティです。この単語はちょっと聞き慣れないかと思うんですけれども、この単語の意味は、追放された人々なんですけれども、さて彼らはどうなったのかということです。そしてルイジアナ1927、1927年に起こったある出来事を歌っています。何があったのでしょうか。2曲続けてお聴きください。輸送機に詰められて
コーティー、そしてルイジアナ1927、ソロは服部浩太でした。ハリエット・タブマン、その名を忘れない。俺たち黒人はケンタッキーじゃ人間扱いされなかった。牛や馬のようにこき使われ、鞭で叩かれ、売り飛ばされ、窓も家具もない肥料の匂いのあばら屋で、わずかなじゃがいものスープをすすりながら、ハリエット・タブマンは奴隷の子、奴隷の子だというそれだけの理由で鞭打たれねばならないことをハリエットは受け入れなかった。涙と屈辱に満ちた生まれ育ったあばら屋を闇に紛れて抜け出した。犬に追われ、足音に怯えながら北へ、そしてついにペンシルバニアへ。そこは自由の地、誰にも怯えなくていい安息の地だけど、ハリエットは戻ってきた。人間が人間として自由に生きられないなんて間違っていると、南部に残された仲間たちを一人ずつ逃がす手伝いをするために、夜明け前、旦那衆がまだ眠っている頃、窓の外の方から低い声で歌う声が聞こえてくる。そう、それはハリエットが俺たちを助けに来たという合図なのだ。命つなぐ。
ット・タブマンでした、この曲に歌われているハリエット・タブマン、この人の彼女の肖像画が、アメリカの20ドル札に今度新しくなるということが、まあ、去年のライブ前とかにももうその話題があって、ちょっとここでもお話ししたかなと思うんですけれども、黒人のそれも女性であるハリエットがアメリカのお札の顔になるっていうのはすごい画期的な話だと思うんですけれども、新しい大統領はちょっと異議を唱えているという話です、はい、それでは次の曲、今度は、南アメリカに移動しまして、南アメリカのフォルクローレからもしも叶うことならという曲です。お聴きください。
もしも叶うことならでした、早いものでライブも、今日のライブもね次が最後の曲となってしまいました。まあね、世界はどんどん変わっていきます、これまでもこれからも変わっていきます、まあ、あのフライヤーあのチラシ、お持ちの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、そちらにね、そちらの裏にね、ブレーミアとはロシア語で時代のことで、私たちは、これからも、誰もが希望を持てる、ような社会世界を願って、今の時代を歌っていきたいと思っています。今日この会場まで足を運んでいただいてありがとうございました。それでは最後の曲お聴きください。すべては変わるです。
とうございました。拍手とアンコールをいただいたので、じゃあ、ね、はい、もう少し、歌わせていただこうかなと思います。まあ、今日は、楽しんでいただけましたでしょうか。どうかな、暑い中来ていただいて本当にありがとうございます。じゃあ、準備できますですか。じゃあアンコールにお答えして歌わせていただきます。お聴きください。
何より大切なものでした。どうしようかな。どうするんですか。もう一曲だけやっていいですか。グレーミアのライブにおなじみの方はこの曲は今日はしないのかなって思ってはったかなと思います。最後にお聴きください。バラです。合唱団ブレーミアでした。